エドワード・バン・ヘイレン。エドワード・バン・ヘイレン。エドワード・バン・ヘイレン。本名、エドワード・ローディ・ベック・バン・ヘイレン。1955年1月26日帯は、アメリカのギタリスト、作曲家、音楽家。エディ・バン・ヘイレンとも呼ばれる。身長172.7センチメートル、オランダ系アメリカ人。ハードロックバンド、バン・ヘイレンのギタリストで、 同バンドのドラマーのアレックス・ヴァンヘイレンは実刑。聖はオランダ語では、ファン・ハーレンと発音するが、この兄弟に関してはオランダ生まれながら、英語読みの、ヴァンヘイレンが一般化したようである。父と同じ道を歩んだ、ボルフガング・ヴァンヘイレンは息子である。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第70位、2011年の改訂版では、 第8位。1955年1月26日、オランダの内名編で生を受ける。父はオランダ人、母はインドネシア系。1967年にオランダからアメリカカリフォルニア州のパサデナへと移住する。父親がクラリネット奏者であったこともあり、幼少の頃よりピアノやバイオリン楽器を演奏していたバンヘイレ、兄弟だが,がアメリカ移住後に、 テレビで見た映画、ビートルズがやってくるや、やと、やと、に影響され、弟のエディがドラムを、兄のアレックスがギターを始める。しかしほどなくして、兄のアレックスの方が、ドラム演奏技術が上達するということになり、互いに楽器を交換する。本人曰く、しょうがないから、俺はギターでもやろうって思ったんだ。気が進まなかったけど、仕方なくね、とのこと。 その後バンドを結成し、活動を開始する。その後、バンヘイレンとして大成功を収める、詳細はそちらの項目を参照のこと。1981年に女優のバレリー・バーティネルと結婚。2000年に絶眼が,が発覚し、バンド活動を中断する。その後、病気は感知したとされるが、2006年春、メンバー間での不仲により、バンドは、 解散状態に陥った。2007年3月8日、エディが自身の体調が完璧ではないことを理由にリハビリ施設に入所することとなったとオフィシャルサイトで発表した。2007年9月27日よりバンヘイレンのツアーを開始。2007年12月6日、バレリー・バーティネルと離婚。原因は双方の浮気で数年前から別居していたという。 最も大きな影響を受けたロックギタリストはクリーム在籍時のエリック・クラプトン、リッチー・ブラックモア、アラン・ホールズワースを挙げている。しかし、現在のクラプトンに関しては、うーん、彼も弾こうと思えばクリーム人のプレイを弾けるんだろうとは思うんだけど、と言葉を濁している。また、では、チェロ、クラシックのヨーヨーマを聴いている、とインタビューでは述べている。デビュー前から、 右手の指でのハンマリングやプリングにより音を出す。ライトハンド奏法、現在ではタッピングという呼び方が一般的を駆使した独特のギターサウンドを広め、後世のギタリストに多大な影響を与えた。ギターの他にはバイオリンだけでなくピアノも演奏することができ、作曲はピアノでしているとインタビューで述べている。バンヘイレンの曲の PV の中で自身が実際に キーボードを演奏している様子が映し出されているものも、ある、ジャンプ、ノットイナフ、ホーエンイッツラブなど。また、サミーヘイガー在籍時のライブにおいては、曲によって、ギターパートをサミーに任せ、エディ自身はキーボードに専念する場合もあった、ホワイキャントディスビーラブな。デビュー当時、ウェイン・シャーベルが経営するギターショップで、ブギーボディ製のフェンダーライセンスのストラトキャスターの、 ミッドソウのボディとネックを購入し、ギブソン社の ES-335 の符や、セイモアダンカンのピックアップとフロイドローズのトレモロユニットを装着し自らで塗装や組み立てを行ったギター、フランケンシュタインを使用していた。現在に至る同仕様のギターの普及の契機としてこのギターの存在を上げる声もあるその後も塗装を改められるとうの幾多の改造が行われたが、 1980年代には、クレーマーと契約を交わし、自身が作ったギターを元にした、シグネチャーモデルを使用した。80年代後期には、スタインバーガーのヘッドレスギターも使用していた。一時は、シグネチャーモデルを発売する計画もあったが、同社のギブソンへの売却等の諸事情があり、実現しなかった。エディは、スタインバーガーのトランストレムを高く評価しており、 あとの PB のギター等にも取り付けている。GetUp のイントロ等でトランストレムの和音の平行移動を活用したフレーズを聞くことができる。1990年代には、アーニー・ボール・ミュージックマンと契約し、自ら開発に携わったギターを10年ほど愛用した。このギターは、松本隆弘や高見沢敏彦など彼以外の多くのギタリストにも愛用された。 契約終了後は、アクシスと名前に変更された。ちなみにこのギターから D チューナーが搭載されるようになった。ギターのボディ部の6弦の接続金具の部分に突起物が付いており、これを手前に突き出すことで6弦の音程を瞬時に、標準の E から1音下の D に下げることができるというものである。この機能は、以後のフランケンシュタインモデルにも継承されている。 継承されてからの正式名称は、イブ・ディ・ツナである。その後は、ボルフガング、ウルフギャングという自分の息子の名前を冠した新たなギターを PB と製作した。また、PB とは、シグネチャーアンプ5150でも契約を交わしており、その2つの組み合わせがしばらく彼の標準的な使用機材となった。PB との契約が切れた後は、 フェンダー参加のシャーベルと契約を結んだが、フェンダーがエディと共に設立したブランドである、イブギターズのギター及びアンプを使用している。アンプは、イブギターズと PB の協定により、同じ回路と部品を使用し、PB 側が6500ごと名前を変更することで、現在も販売されている。イブギターズからは、フランケンシュタインを、 傷や汚れは言うに及ばず、ボディにねじ止めされたコイン等に至るまで精密に再現したギターを300本限定で製造している。ほか、ピックアップなどのパーツ単体の販売も行っている。イブギターズでは、フランケンシュタインと合わせてデビュー時のギターに施された白地に黒の交差線模様をフランクと称し、続くアルバム、伝説の爆撃機以降で使われた黒地に黄色の様を フランキーとして、エディ自らが塗装したギターの販売も行っていた。これらフランク、フランキー、フランケンシュタインの模様について、アメリカでは商標登録が行われている。エディの初期作品には、フェイザーというエフェクターが多用された。エディは、MXR のフェーズ90という製品を愛用していたが、後に MXR から本人監修のシグネーチャーモデルが多数。 販売されている。蒸気のギターの模様を採用した外観が特徴的であり、本人が改造、使用した当時の機材を再現したモデルなどがラインナップされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。